お本に書いてあったの。恋人か。いないんじゃないかな。そっか。先生にいないから左右にはすごく難しい。どういったものかな。左右は可愛いから大きくなったら自然にできるよ。そっか。私、掃除さんの恋人になる。入ったな。左右もなる。私も。ありがとう。で、何か分かったのか。あ、データの引き出しには成功しました。データ見せてみろ。くだらん。こんなものその辺の小学生でもでっち上げられるというのだ。データ云々の問題ではない。分からんのか。兵器というのはな、勝つためにあるのだ。結果が全てなのだ。それだけが存在原理なのだ。それが生身の、しかも女子供に破壊されましたなどと、どうやって報告するつもりだ貴様。今必要なのはこんな数字ではない。私が欲しいのは秘密なのだ。あの強さの。は。調べろ。それがお前の仕事だろう。は。このデータ研究開発部に渡してやれ。あのビデオもつけてな。私には意味のないものだが、あいつらにはなかなか面白いかもしれん。頭でっかちどもにはこういうものが薬にもなる。了解しました。どいつもこいつも使えんやつらめ。洗濯物これで全部？さよ、まだ脱いでない。下着は後で洗うからいいよ。パンツ脱いだ。順番いい？先に入っちゃって。ごめんね、エマ。じゃあ入るね。一番風呂好きなんだ。まだあるから新しいの開けちゃダメ。開けたらあんまり持たないのに。この石鹸香りが好き。やい匂いでしょ。確かに靴のはちょっと強すぎるよね。左右、眠いのかい？私もなんだか眠くなっちゃった。私も。
もう9時だからそろそろ寝なさい。ちゃんと寝る前に薬を飲むんだよ。はい。おやすみなさい。おやすみ。さて、風呂にでも入るかな。現実か。本当にあの子たちが北欧戦争を破壊したんだ。何もかもが飛び、どんどん曖昧になった。どうすればいいんだ。何が問題なんだろう。留守電入ってたのか。誰からだ。無言か。整理しよう。考えをまとめよう。今何が問題だ。誰だい？さゆ。なんだ、どうしたこんな時間に。怖いなんです。眠れないのかい？うん。おいで、お茶を飲むかい？突然だったからね。うん、でも大きくなったらもっとあのロボットを戦わなくちゃいけない。そんなことはない。先生がそんなことさせないよ。本当に？あ、本当に。でもエマやトーカは戦うの？それはサユと一緒だよ。もうお前たちに怖い思いはさせない。能力があるからというのと、それが好きだとか転職だとかいうのは全然違うことだ。何かのために生まれてくるものなどいるだろうか。残酷なことをしているなんて分かっていたつもりだ。だがどっかでやはり彼女たちの能力に甘えていたかもしれない。力の強さと心の強さは全く違うものなのに、何も知らずに強力な剣を握らされている。大の大人でも抜き身のナイフを持てばプレッシャーを感じるものなのに、何もかもが怖いだろう。戦いが、敵が、自分自身が。こんなに近くにいるのに分かってやれなかった。
今夜は先生と寝るかい？今夜は特別、大丈夫だよ。調整しておきました。戦闘モードにロックしたまま寝かせてあります。このまま起きていても体力を消耗するだけですから。そうね。朝か、寝てないの？大丈夫？それほど急いでるわけじゃなかったんだけど。悪いわね、年頃の女の子に無理させて。いえ、仕事ですから。他にやることもありませんし。へえ、こんなところだったの。あ、うん。いいところじゃないか。ずいぶん手を入れましたから。
お客さんを連れてきたよ。品藤は知ってるよね。こちらの方はグラハムさん。グラハムさんはここんで一番偉い人なんだ。挨拶できるね。ただのおじいさんさ。おじいちゃん、はじめまして、さゆです。はいはい。グラハムさん、はじめまして、トウカと言います。よろしくお願いします。はじめまして、エマです。よろしくお願いします。いい子たちだ。特に問題はないみたいだね。体の調整機能がうまくいってるみたいだ。調子いいもん、最近。それはよかった。さゆもするの。わかったわかった、順番でね。確かに休みとはいえ、最低限の定期検診はしないとな。ねえ、昨日のグラハムさん、本当に何しに来たのかな。本当も何も、お前たちに会いに来たんだろ。すぐ帰ってしまったしな。確かに意図はよくわからないけど、あの事件で何かと目立ってしまったしな。目をかけてくれるのか、それともこちらの素行を見抜きに来たのか、わからん。あの人は何か不思議な力があるんだ。人を見通すような。そんな人の考えてることなんて考えてもわかりっこないよ。そっか、なんだか変な気持ちになったから。変な気持ち？よくわかんない。ごめんね。それじゃあ、私もう行ってもいい？うん。あと、調子は良くても薬はちゃんと飲まないとダメだからな、エマ。はい。働かざる者食うべからず。つまらないゲームでチップを減らしたくないんだけどね。どっか大きく張れるネタがないもんかねと。フラミさーん。すいません、待たせちゃって。ここお前のおごりだからな。わかってますってば。現像取りに行ってて、今回はすっごいいいの入ってるんで見せたかったんですよ。このことか、ほら。現像ってお前、まだアナログで撮ってるのか。今時現像なんてバカ高くて割に合わないだろう。でもフィルムはやっぱりボケが違うんですよ。つまんねえこだわり、捨てらんねえんだよな。しかしこれ全部盗撮かよ。お前もある意味すごいな。そうかな。褒めてねえよ。でも確かによく撮れてる。
ディス付きって言っても手持ちの3ニッパでこれだけピシピシ来てるのは立派なもんだ。もうちょっと趣味の幅が広けりゃお前も売れただろうにな。どうすか？クラミさんだったらこんなことかいいんじゃないですか？お前分かってきたじゃないか。可愛い子だな。どこで撮ったんだよ？御苑っすよ。まだありますよ。ほらこれとか。いいね。ハーフかな。すげえ。本物の美少女だな。この子たちどっかの事務所だよな。こんな目を低くなら見たら覚えるんだけどな。調べてみるか。あれ、ご主人様は？お部屋で仕事中。行き詰まりだな。これ以上はあれがないと無理だ。うん。参った。ネット。どうぞ。あ、ご主人様。コーヒーですけど。失礼します。寝るか。起きたのっていつだっけな。ねえ、クラミさん、いつまでここにいるんすか？漫画喫茶でも行きましょうよ。これ見てみろ。はい。このボタン普通のじゃないだろ。ほら。ああ、そういえばちょっと変わってるかな。多分服のメーカーが特注で作ってるやつだ。ボタンなんて作ってるとこも売ってるとこもそんなにあるわけじゃないからな。この辺からなんとかなるかもしれない。ラムさん、そういうの詳しいっすね。こんなの基本だよ、基本。だいたいな、手がかりはこれくらいしかないんだからな。でもこれだけうまく取れててよかったよ。お前の腕は一流だな、ほんと。え？何のために御苑に来てたんだろうな。とりあえずは他の大きな公園より御苑の方が近いってことだよな。この辺に住んでるのか？なるほど。案外それいい線ついてるかもな。
確かに手荷物が少なすぎるんだ。本当に近所の散歩って感じなんだな。そんなにうまくいくとは思えないけど、それだったら随分的が絞れる。とりあえずボタン方面から当たってみるか。探偵みたいっすね。どっちかっていうと自分を悪党だと思うがね。大義名分背負ってないだけ奴らよりマシさ。ひねくれてるんだよな。ご主人様は優しい。それだけで十分だって思いたいのに。私がご主人様を思ってるみたいに、ご主人様が私を思ってくれたら。でも、きっとそれは手に入れちゃいけない。手に入れちゃったらもっと貪欲になっちゃう。調子に乗って逃げたりしたらダメだからね。